はい、皆さんこんにちは、ブツーです。グラディエーズやっていきましょう。物語佳境。さあ、なんか自信作が、なんかあの、噛みそうな名前のやつが暴走し始めちゃって、やばいというところにキトゥンも復活すると。私には自称神様の友達が2人いるんだけど、どうもその1人が助けてくれたみたい。自称神様の友達2人強すぎやろ。おかげで私も出すとこの通り、驚いた。ね、ところでこれはどういうこと？なんで新兵器が街を壊してるのってわけで、ユリたちはこの状況で何をしてるの？なんでユニカだけ？知れの取った機関にも、ネモピレマはパリトワの攻撃で大破、知れの安否は不明、今はパリトワの暴走を止めることが最優先と判断しました。あのさ、偉そうに言ったよね。新兵器は街を守るための救世主じゃなかったの？でも文句は頭足、すぐあの兵器を止めよう。軍の始末は軍の手で処理します。部外者の関与は必要ありません。必ず私が。あんた怪我してるんだよ。この程度の損傷、改正機械に切り替えれば、知れの代わりに軍の命は私が守らな。この時に意地張るだけ無駄。軍だとか何とか言ってる場合じゃないでしょう。今おとなしく私の華麗な勇姿を見学してたよ。あ、キトゥン、パリトワの中には。え、何その不穏な感じ。このままじゃ街が危ない。どうやって止めんの？キックとか止められるの？びくともしない。もっと強くぶつかっていかなくちゃ。これあれか、必殺技でどうにかなる。お、あそこだけ装甲が、あ、え、あれやっぱネビーじゃねえの。あれ来てん、露出したコアを狙うのです。うう、ああ、最後の華経院を思い出させるような。新兵器の中身はそんな、まあせやろな。まあそんなこったろうと思ってたけど、被害とか 100% になってしまうと街が破壊されてしまいます。ああ、なるほど。結構くるくる回ってんぞ。やべえ、必殺技もねえ。 OK、 いいねいいねいいね。いや、キック強化しててよかったぞ。これめちゃくちゃ入るやん。フォーミングすごいしてくれるんですよね。いけるんちゃう？あと一発。っしゃ、いやー、これで終わりじゃないだろうな。まあこれでは終わらないでしょうね。え、すげえいっぱいコアあるんですけど。ふん、あ、なんか、あれゲイド今な、何その顔。え、急にどうしたの。ネビは努力に兵器を作るなんぞ、扱いきれん力を身の程知らずめが。これは人の手には負えんぞ。市長、今しばらく時間を。斜上の制御を緊急システムに切り替え中です。まだご判断は。ふん、パリトワには我々の存亡がかかっているからな。多少の被害には目をつぶり様子を見よう。何言ってんや。どうしてこんな怪物を作ったの。ネビを倒すためにネビを利用するなんて。まあね、捕まえるとかいう話が出てた時点でお察しですよね。ネビーをなんか捕獲計画とかなんかあったじゃない。あの時点でかなりお察し。ちょ、やばい、意外とあだらん。いや、今だ、解放するしかない。当たってるこれ。あ、当たってる。減ってる気がする。オッケー。そこそこ減った。コアに当たってる感じはしなかったけど、なんかあれだな、殻に当ててもちょっとダメージあるっぽいね。やっぱでも本体に叩くのが一番ダメージ出る。やばい、すげえネビーが街中に。市長クソすぎでは。ちょっと待って、やばい、座れる、判定が座れる。被害度30って結構じゃん。やばい、通り過ぎちった。オッケー。うわ、そこじゃ、いや、立ってたのよ。痛え。いや、意外とダメージも入ってるぞ、こっちの。狙うのむずい。止まってからじゃないとやばい。カウンター攻撃やばくない？今の外れか。やばい。全然フォーミングしないぞ。ここに来て。だからね、敵が他にもいるから、判定吸われちゃってるっぽいね。ちょっと回復取りたい。痛い。やばい。こっちの回復もちょっと欲しいが、回復しきるより前に倒しきっちゃった方が多分早い。よし、終わらないよね。
終わらないよねだよね。もうダメじゃん、もう30の子じゃねえじゃんこれ。やばいやばいやばい、一角落ちちゃったよこれ。ひどい、なんてこと。このために時計塔に向かったのに、あ、高いところに。あの攻撃を止めないと全てが破壊されてしまう。やばすぎる。ちょ、回復回復、さすがにちょっと心もとない体力が。多分回復もそんなあるわけじゃないなこれ。そこそこで向かわないけど、あ、でも結構あるぞ。やっぱ置いてある置いてある、振りつないでって。どこだ、どこに攻撃判定あるんだ。戦うんだ、そうだ戦うしかない、戦うしかないが、どうやって止めるんだこれ。コアがあるわけでもなく、重心か、銃の根元を。当たり判定があるわけじゃない、根元か。来て、軸に穴を開けるのですこれが私に行える夢への最後の干渉。あ、神様もどこまで干渉できるかって間違ってんだ。時空に穴を開ける、知らねえ。来て、ここじゃ。わしの中へお前の力をぶち込め。どういうこと。来てん、ゲイグ俺の力をこの中に、力を放てどっちがいいの。近くまで行ってフェイタルムーブだ。ほら、ゲイド中に出すぞ、ほらこれあれか、ゲイド大丈夫なのかな。なんか出てきちゃったけど、あ、これあれやん、飛行船じゃん、みんな乗ってるやつそんな原初の攻撃、あ、黒やんけ。え、強すぎ、強すぎでは。あれ最後のコアか、もしかして。もはや7位は私の正義を離れましたお前さ、これ以上の手段ではありません。最後の手段を、やむを得ん。バリトワ・トキシカおよびバンダ・センタリエラ放棄する。人口最適化計画が早まったと思えばよい。では市長、このスイッチと、そして市民へ宣言を。親愛なる市民の諸君、可能な限り遠くへ避難を。今私はパリトワ・トキシカに自爆命令を出した。まもなくパリトワ・トキシカは爆発する。あの男、避難が間に合わない。町のみんなも見殺しの戦記なの。言っときゃええやろみたいな感じなんかな。5分しかねえなんてこった動きすぎてる。まさか全体が当たり判定なのか。一応全体が当たり判定だぞ。オッケーオッケーオッケー。目とかがあるわけじゃない。とにかく攻撃をして耐久値を減らしていくしかない。くそ、動きが変則的だ。しかもネビ生み出してやがる。必殺溜まってくれると一番ありがたいが、自分がまず死なないように。改正機関による再起動成功。シーアスプ戦線に復帰する。いいか、ちょっと頼む。パリトワ、いえ、あのネビーはパリトワの防御機構を取り込んでいる。攻撃は不可能。接近も危険です。どういうこと？私が何とかする。それまでお前は時間を稼げ。ミニカクロー、最後まで絶対に諦めない。諦めちゃダメなんだ。あ、俺が時間稼ぎ役ってことか。いて！新兵器の黒くビリビした赤黒い光、あれに近づくと危ない。え？もう近づけねえじゃん。え、近づけねえじゃん2回言うけど、外から攻撃か。ちょっとどこ行った、どこ行った、どこ行った、敵どこ行った、敵どこ行ったし、これ必殺技完全使ってるよね。ちょっと待って、中断。向こうに向かいっちゅう話だから向こうに向かうか。迎撃します。あ、とりあえず味方のとこに行って、頼むユニカ。遠距離攻撃持ってるから、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、気候がなくなったぞ。今なら攻撃できる。いって、あ、くそいくそ、ま、ドリブル始まっちゃう、ドリブル始まっちゃう、助けてくれ。1回しか攻撃できないっぽいな。すげえ、なんかちょっと火がすごいところにいるな。クロー頼む、
わ、なんかいいね、このなんか今まで敵同士だった3人が協力してる感じ。なんで肉弾戦俺だけかよ。来てん、こっちだよ。一発蹴り入れて、もう一発いけるな、もう一発いける。ダメか、ダメだ、ドリブル始まっちまう。頼む、いいか。いいぞ、あとちょっとやん。最後これ殻が破れて中身出てくると思うんですけど、どうすかね。これ絶対中身出てくるでしょ。これで終わってくれんの。お、口出しにした。俺がとどめを刺すのか、こりゃ。来てん、とどめを、このチャンスを逃すな。よし、くたばれ。うわあ、これはもう闇の力を身にまといし、おおパンサーになってる。ああ中堅街を飛ばしていこう。おドレイガイプレゼントしよう。自業自得や。なんか自爆でも思ったりか。なんか別に普通だった。なんか街が別に吹っ飛ぶとかいう威力ではなかった気がする。イエーイ。あ、いいねこのアングル。おお、終わった。帰ってきた重力姫、町の危機を救う。グラビティキットに急速なしのトロフィーゲット。入院中のあれで生きてたのか。辞任を迫る市民の声。せやろこれ、これ市長にしたのがまずかったよね。これ箱舟の子供たち、未だ意識もならず。え、あ、箱舟の意識も意味、意識不明なの。クロウは生きてたからな。クロウ、クロウ、ザザたちの様子は。ダメだ、みんな箱舟に取り込まれ形もなく眠ったままだ。形もなくってどういうこと。出れないとこかな。そう、せっかく戻ってこれたのに、どうすれば目覚めてくれるんだろう。こんなことになるなんて、危険な旅を強いてしまったせいだ。箱根の子供たちはを守るゆりかご。時が満ちれば、すべての結晶は本来の輝きを取り戻す。目覚めの時は近い。って、夢の中で誰かが言っていた。キトゥンとクロウに伝えて。あ、じゃあ今じゃねえってことだ。まあ別に安心しろってことか。まあ、そのうち目覚めるよっていう話ですか。おーい、キトゥン、ソフトクリーム食べないか。あれ、あれじゃねえか。みんないるやん、上にも。あ、これはあれだろ、ドネイカとアドロ。これはどういうことだ。まさかあの重力使いが。なんやその弾お前。え、なんか映ってる、なんか映ってる。これなんかあのキトゥンがどっかの国の女王説ありますよね。あれ、司令官、今は怪我をなすことに専念してください。我々にはもはや戦うべき大義がありません。せやな、ならばよいが、果たしてそうであろうか。まだ何か終わってないと。最悪を告げる者、情報より来たるか。もう上から来たといえば、あ、あれじゃん、カップルもおるやん。箱舟が戻り、灰色がかった空気を漂わせていた街も心なしか活性化したように見えた。くっそ早かったね今。この一件以来ネビも息を潜めているのが姿を見せる。みんな仲良くなってじゃん。友達の意識が戻るその時を待ちながら、その時はの私は束の間の平和を享受しているのであった。
あ、ゲイドいい。あ、ゲイド普通に来てる。ゲイド馴染みすぎでは。その辺が一瞬の間にモロッコが壊れる、うんぬんかんぬん。おー、全員映ってる。メインキャラ。ゲイド落としてるけど。クリアデータを保存しますか。おー、クリアですよ、クリア。これは、あれだな。次回作出るってみんな思ってただろうね、これね。グラビティデイズ1やった時に。2もこの1月、2月で発売するんで、これクリアデータってちなみに、あ、間違えた。いや、楽しかったなぁ。楽しかったっすね。あっという間にやっちゃった気はしますけど。確かに、こう、あれだね。1としてはひとまとまりで終わっていて、ただ、こう、解明されてない謎、キトゥンが何者なのかっていうのは結局最後までわからなかったね。てかまあいろいろ何者かわからない。クローの過去とかもわからんし、いまいちね。子供たちも眠ったままっていう、なんか結構こう、まだ回収してない伏線っていうのもかなりあるまま終わってるんで、これはやっぱり2ですね、これはね。これは2出るって感じだね。平和を取り戻した引きそびではチャレンジミッションに挑戦したり、まだプレイしてないサイドミッションをプレイしたりすることができます。おー。まあ何でもできるっちゅう話か。あ、能力上限も上がって。あ、時空の旅人の数が今右上に表示されてたね。これで残った時空の旅人の、あれやそれも回収しろと、いうことなのかな。おー、重力の女王。いやね、これね、あれだと思うんですよね。これ、リアルに、上の世界の女王だと思うんだよね。キトゥンちゃんが。か、まあお姫様か。エリアスが言ってた通りお姫様か。まあ、多分そういうことなんでしょうね、きっとね。でもその辺クリアしたから、まあ、いやー楽しかったっすね。まあ今更何を喋るっていうことはないんですけど、もう皆さんもここまで見てくださってるんでね。何も言うことはないと思うんだけど、いや、普通に面白かった。最終進化しといて。オッケーオッケーオッケー。最強のキトゥンちゃんが爆誕したぞ。というわけで、まあちょっと間ちょっと空いちゃいましたけど、これでまあグラビティデイズ一通り実況が終わったということで、一段落ですね。2を実況するかどうかはちょっと微妙です。というのも、まあなんだろう、まあ落ち着いてからやるのかというか、そうなんだよね。ちょっとね、なんかね、そのインターネットつなげてやる要素があるらしくて、こう発売後すぐやった方がいいみたいな、だからそのホットな時にやった方が面白いみたいな噂もちょっと聞いてるんで、だからそれ考えると実況撮るかどうかっていうのがまた微妙。とりあえずね、もう Amazon では予約してるんで買ってはいるんですけども、まあ皆さんもね、まあこれ見て買ってくれた方がいるのかいないのか分かりませんが、1やってみてもいいですし、まあ1一人僕の動画見たからいいやって方は2から買ってもいいのではないでしょうか。2のキトゥンたちの冒険が楽しみですね。というわけでまた新しい実況でお会いしましょう。それでは、ムツーでした。